やっぱフォワードの、フォワード戦で勝てたっていうのが一番勝利の要因ですね。スクラム、まあラインアウトのモールも良かったし、ディフェンスも良かったし、すべて良かったと思います。たまたま まあトライがたまたま取れたっていうのはあると思うんですけど、まあでも、フォワードパックとして取れたと思ってますね。とりあえずサポートを走ってたら、ボールが飛んできて、もうそのまま真っ直ぐ走ったら、そのトライもできて、スピードにも乗ってたんで、よかったですね。まあ、引退を決めてたのは、結構前からというか、なんで、もう一戦、その頃から一試合一試合をすごい大事に噛み締めてやってたんで、今日も変わらずというか、試合前はあと2試合かと思いながら、でも1分1分というか大事にやってました。やっぱスクラムですごい優位に立てて、ペナルティを取れたっていうのは、すごいこうチーム全体に勢いを与えたかなと。そこからのラインアウトからのモールでのトライとかもありましたし、もうすごくこう準備してってやりたかったことがすごい出せたっていうのは、すごい良かったなというか、そこが一番収穫かなと思います。試合前から、こう、最初どんな立ち上がりになるかわからないと。まあ、もしかしたら相手のペースかもしれないし、こっちのペースかもしれないし、みたいな。先制されるかもしれないし、っていう、そういうすごいいろんなシチュエーションの中でも、もうやることは絶対変えないで、自分たちのシステムを信じて、フォワードはフォワードを信じて、試合を作っていこうっていう話はしてたんで、多分誰も焦ってなかったんじゃないかなっていうのは思います。やることは変わらないと思うので、来週も、フォワードらしく、自分は自分らしく戦って、やっていきたいと思います。もう一番怖いのは、ここでこの勝ち点5を取ったことによって、ちょっと気が抜けてしまうというのが一番怖いんで、週頭から。そこはこう、周りに気を抜かないでというか、もう一回気を引き締め直す意味も込めて、ちょっと練習を取り組んでいきたいなと思います。だからまた来週も頑張ります。僕やと思ってたんですけどね、ちょっとなんかやっぱトライの差で健太さんに呼ばれてしまったんで、それはちょっと悔しいです。まあ、見上げに行くか分からへんな。はい。次だぞ。はい、次です。厳はい、しいすいな。ません。すいません。8人でしっかりまとまって、組めてたっていうところと、相手がしっかりこうヒットで低く、来た時も、こっちは、固まって、お母さん中心に固まって、しっかりバックファイブが押してくれたんで、そこがまあ一番原因かなと、原因とか要因かなと思います。いや、本当にすごく力になりました。まあ、特に仙台奥さんの実家でもあったので、まあ、全員集合で選んでますね。さらに嬉しいです。このまま気抜かないように、しっかり最後の勝利を勝ち取って、それを、そしてシーズンオフに入ればいいのかなっていう、そしてディビジョン1に残ったら嬉しいなと思います。まあ、見ていただいた通り、本当に代表して、ジャージを着て、プレーしてくれたメンバーが、体を張って、泥臭く勝利をつかみ取ってきてくれたなと思います。言っていただけたことは、本当にお疲れ様と声かけていただいたことはすごい嬉しいですけど、まあ、本当にまだ気が抜けないですし、まあ、来週の試合でどうなるかっていうのはまだわからないんで、本当に気を引き締めて、あと1週間いい準備したいなと思ってます。Great to see all our fans out here today, and look forward to coming back to Hanazono and seeing you all out there. Yeah, good. Obviously, it was just good to get the win. We had a tough year, so it was nice to be out here with the boys and be able to take part in the game. But also just being out in the field and getting a win, and knowing that next week is our last game and gives us the opportunity to stay in Division 1. So look forward to seeing everybody out there, and thank you for your support.